ようこそ夕闇劇場へ。これより始まりますは、奇想天外、摩訶不思議、奇怪な書物を中心に繰り広げられる奇妙な冒険談。そこにあるのは幸福か不幸か、生か死か、それはその目でご覧あれ。では皆様、何卒最後までお付き合いくださいますよう。それでは始まり始まり。ここがルフラン氏か。見てください、ドルニア様、カニさんです。カニさんがいますよ。馬車から離れるなと言ったろ、ルカ。ガマガエルにされたいか。戻ってろ。いやー、戻ります、戻りますから。カエルさんになるのは嫌です。ちっ、これだからガキは嫌いなんだ。また、本依頼とは別に伝えるべき重要な事柄あり。町に着き次第必ず来廷されたしが、辺境の田舎漁師の分際で私に指示を出すとはな。この町に旅人とはめ珍しいじゃねえか。まれびと来たりってな。それにしてもえらく美人だな、あんた。こんな美人見たことねえや。ところで、なあ、あんた、小銭持ってねえか。酒代が足んなくてよ。あんた、足が悪いのか？ええ、まあ。なんなら、このぬったまったさんがあんたをおぶって町を隅から隅までじっくりと案内してやってもいいぜ。ぬったまったさん？お見受けした感じ、かなり酩酊されているご様子。酒酔いの記憶ほど当てにならないものはございませんし、それにその下品な物言い、案内いただけるほど賢そうにも思えませんが。なんだと。もしかすると町のことに詳しいと錯覚されているだけなのかもしれませんよ。そりゃその、いや、あんたよりは詳しい。でしたら、体の井戸はどこにあるかご存知でいらっしゃいますか？そりゃ知ってるさ。あそこは有名だからな。この町であの井戸を知らねえやつはいねえよ。この門を入ってまっすぐ西の広場さ。そんなことより、なるほど、ここをまっすぐか。聞くまでもなかったようだな。ご苦労、もう行っていいぞ。ちなみに、貴様のような奴に払う金は利他一文ない。なんだと。てめえ、ちょっとぐらい父がでかくてべっぴんだからって調子に。ぬったまった、もう用は済んだ。どこへなりとも行け。てめえ、お高く止まりやがって。
あ？みー、やつの置き土産か。だらしのない羊飼いがいたものだ。みー、まあいいか。ルカ、ルカ。はーい、何ですか、ドロニア様。ルカを呼びましたか。しばらくの間この子羊の面倒を見てやれ。羊さんですよ、ドロニア様。馬車の中には入れるなよ。それにおとなしくさせておけ。おいで、ねえねみーみー。もう名前をつけたのか。ち、あいつ、いつもは優柔不断のくせに。ルフラン市の広場の片隅にあるこのカラザの井戸が我々の目的地だ。そしてここに止めたこの馬車小屋こそが我々の拠点であり、退屈極まりない日常を送る鉄の監獄といったところだ。さあ、分かったら日が沈む前に設営を始めろ。あと、その子羊を馬車の中に入れるなよ。私はガキは嫌いだが、動物はもっと嫌いだからな。それじゃあめいめい、ここで待っててください。いい子にしてるんですよ。さあ、探索のための準備を始めるぞ。ルカ、ヨーロレキテイを持て。今からのお手紙は、お手紙はいいんですか。あ、お手紙には町に着いたらすぐに会いに来るようにって書いていたんですよね。先にお会いした方が良くないですか。知ったようなことを。そんな無駄なことに貴重な時間を割いてなどいられるか。私はもったいぶられるのも回りくどいのも大嫌いだ。グダグダと言っている暇があるなら早く準備を始めろ。井戸ですか。ああ、これがカラザの井戸らしいな。まあ正確には井戸はこのガゼボの中にあるようだが。でも鍵がかかっています。鍵がかかっているので入れません。入れませんよ。この程度の鍵なら。魔法ですか。魔法で開けるんですか。声が大きい、黙ってろ。いいんだよ、誰にも迷惑はかけていない。それよりお前、今どさくさに紛れて私のことを何と呼んだ。違います、違います、これは違
いちいち泣くな。それより中に入るぞ。これが地下迷宮へと続くという噂の井戸か。どうやら眉唾な話ではなかったようだな。十分な魔力を感じるぞ。なんだかボロボロですね。ここに入るんですか？入っても大丈夫なんですか？そいつは無理だ。この中は正気で満ちた、いわば人ならざる者たちの世界。ここに入り生きて帰った人間はいないそうだ。ただ一人を除いて。だがな。それよりルカ、ヨーロレキテを持ってこい。はーい、取ってきます。行くよ、ねえね。そいつは置いておいていい。すぐに取ってこい。めー、こら、ルカはお仕事中なんです。後でご飯あげますから、ここでおとなしくなってるんですよ。誰一人生きて帰った者はいないか。まあ、そのためのヨーロレキテ、そのための人形兵だ。めぇ。めぇ。いやー、めぇ。うるさい、静かにしろ。着水音なし。ふん。なるほどね。メーメが死んじゃった。ボロニア様、ひどい。メーメ。えい、羊の一匹や二匹でうるさいぞ。おい、ヨーロレキテは取ってきたな。そいつをこの中に放り込め。この中ですか？やめましょうよ、泥庭様。レキテイちゃん、勝手に変な呼び名をつけるんじゃない。こんな中に放り込んだら何が起きるか分かりませんよ。それにルカはなんだか嫌な予感がします。お前の予感が当たるのはおねしょの予告くらいのものだ。ギャー、しません。ルカはおねしょなんてしません。おい、ヨーロレキテをこちらによこせ。前人未到として知られるルフランの地下迷宮。さあ、ヨーロレキテを攻略してくるがいい。
闘開始だ。よし、頑張るよ。と、とりゃ、やったぞ。いざ参る。はっ、行くぞ。たあいもないわね。戦闘開始だ。
これでどう？やマイいる。えい行くわよ。いただいたわ。ここではないどこか、かすかに魔法が存在する不思議な世界、テネスの物語。そこにある怪しげな都、ルフラン市。錆びれた辺境の町と揶揄されるその忘れられた町には、前人未到の地下迷宮がありました。いつ誰が作ったものかは分かりません。世界を滑る財宝があるとも、不死の秘宝があるとも、世界を滅ぼす魔王が眠っているとも伝えられますが、その真偽は何一つ分かりません。分かっていることは、迷宮の中は強い呪いの正気で満ちており、人は半時と生きていられないことくらい。しかしある時、そこに一人の魔女がやってきて、迷宮の探索に名乗りを上げます。魔女の名は夕闇の魔女ドロミア。町の人々がいぶかしむ中、その魔女の手には、迷宮探索唯一の生き残りといわれる男が残した伝説の書物である、魔導書。ヨーロレキテイが握られていたのでした。まだ寝てる？あれ、おかしいな。何か間違えたかな。おーい、おーい。
お、目覚めたね。ナイス。どうだい、いい夢だったかな。どこの誰とも知れない魂の旅人さん。と言ってもその姿では返事もできないか。まあいいや。それじゃあ早速で悪いんだけど、君に重大発表があります。あと数分で君の魂は無惨しちゃいます。でで衝撃の事実。びっくりだよね。私もびっくりだよ。実はね、自分じゃ見えないだろうけど、今の君には実体がないんだよ。でも大丈夫、なんとかなるよ。ノープロブレム。だからとりあえずこの道の先まで行ってもらっていいかな。まあ今の君に選択肢はないんだけどね。さあさあ、時間がないよ。キリキリ行こう。おおいおい、そっちじゃないよ。ここには残念ながら君の脅威となりうる敵はいないんだ。いい調子だ。なかなか軽快だね。少しだよ。ここって不思議な場所でしょ。でもここがどこかは言えないな。おっと、そうこう言っている間にもうすぐだ。仕上げといきますか。さ、この本めがけて飛び込むんだ。大丈夫大丈夫、私を信じなさいって。それに君はそのために来たんでしょ。ドキドキワクワクする冒険と愛と勇気の幻想物語を求めてさ。ならば答えは一つだよ。君に一握りの勇気と両手いっぱいの探求心があるなら、意を決してさ、飛び込みたまえ。気分はどうだい。君の魂はこの本に入ったんだ。あ、本といってももちろんただの本じゃない。この本はヨーロレキテ、忌み嫌われる呪われた本の名前であり、そして今この瞬間から君自身の名さ。ルフランシュと呼ばれる都の地下深く、そこにある前人未踏の地下迷宮ヨーロレキテは、その地下迷宮に挑み
ただ一人生きて戻った人物が書いたと言われる本なんだ。なんでもその男は戻ってくるなり7日7晩かけて本を書き上げたらしい。怖いね。まあこれは噂だし真意のほどは定かじゃないんだけど、何せ男はすでに正気を失って